どう入れるんすか。一日貸し切るならと。あとのどうでもいい母体。いや、どこ貸し切るんすか。借りるなら、貸し切るなら、まず宮殿はマジ一番意味がわからん。まあそれは本当に。遊園地はまだわかる。ビーチはまだわかる。宮殿はマジ意味がわからん。ああ、風化を負けさせに行ってるように見えば。サウナついてますかこれ、もしかして宮殿。サウナ付きかサウナ付きじゃないかによってちょっと選択肢変わるんですけれども、これミントさんどっちなんですかねこれ。今回の選択肢いっちゃんないだろ、宮殿がサウナ。いやでもサウナが付いている可能性があるとすれば、まあ、宮殿なので、ちょっと僕の中で一番宮殿がちょっと推しなんですけども、ガイさんの意見もちょっと聞きたいな。あ、はい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 、宮殿にサウナが本当にあると思うか。いや可能性はゼロではない。あ、なるほど。もしかして遊園地についてるの。まあどういう遊園地かによってはワンチャン。はいはいはい、確かに遊園地じゃないか、さすがにないね。でも宮殿もないよな、どう考えたって。宮殿にしようぜ。いや遊園地とかならワンチャン、ほらプールとかのさ、そういうついてる遊園地もあるじゃん、うん、視聴者の意見も聞こう。ああ、なるほど、うん、はい。ベンベさん1600円ありがとうございます。配信ありがとうね。会社はクソだね。配信ありがとうね。もうストレスがもうこっちまで来てるね。アイフォンさんなんか、はい、何？サウナある宮殿あるらしいよっていう情報が。サウナある宮殿あるらしいよ。よし宮殿にしようか。よし宮殿にします。皆さんよろしくお願いします。いけないのに。はい、もうサウナあるんでここに決めます。遊園地とかビーチにもサウナあるかもしれない。はい、宮殿にしました。よろしくお願いします。サウナの皆さん、サウナの皆さんよろしくお願いします。本当に宮殿にした。宮殿にした。宮殿の人さ、みんなサウナの、え、あるの本当に。なんか神奈川にその何、温泉施設だけど宮殿で、うん、温泉施設だから、宮殿の温泉施設だからある、なんちゃら宮殿っていう名前で、うん、そうで、そのそこのなんちゃら宮殿が温泉施設だからサウナがある。本当にあるって。もうそれはもう、え、つまり宮殿の皆さんは全員サウナってことで、ちょっと認識よろしいですかね。ウリダッシュバトル、ローラーと筆の塗り進み速度アップ、塗り遅れるな、よよ。 S は何にしましたか。サウナです。ん、おかしいね。サウナ。んんんゴー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 キュン。アンボムコロン、アンボムコロン。交通事故させようとしないもん、人なんか。ニョウィーン、ニョウィーン、ニョウ。あ、あ、あ、ちょ、いいか。あ、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 こいつ振ってきやがった。もうこいつ終わってるわ。終わってニョウィーン。お前ローラーコロ速度上がってるルールで振るとか、お前やばいよ。コロコロしろ、コロコロ。デコになる、任せろ。誰もいなかった。デコイかっこ笑いになってしまう。アオニョウニョウ。猫いる。ニョリ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 ニョ割れて金額が見えません。金額見えない、マジ。金額見えない。ちょっとね、ゼロが1個少ないわ。それ1000円、それ100円だから。そう、それ100円だからさ。100円だから、ちょっと
もしかして多分1000円送り出すもんでしょ。ゼロ一つ足りないな。うん、そうそう、ゼロ一つ足んないんだよね。金額が見えないならワンチャン5万ぐらい飛んでくるか。ありだぞそれ。10万になるかもしれはないな。金額的に、使用的に限界5万やからな。限界5万やから7万じゃなかったっ7万だっけ。いや、ちょっとスパチャのちょっと上限とか見たことないからさ、ちょっとスパチャの上限わかんないんで誰か見しても分かんない。ちょっと誰かちょっと見たいな上限。78,800円だって。これ本当ですか。ちょっと実際投げてもらえないで、ちょっと本当かわからないんですけど。ちょっとわかんないな。わかんないな。アーニャわからんな。やはりモサイクだ。ワイドローラー、ま、え、あれワンパンじゃないでしょ。あれワンパンじゃないですよ。カーボンとワイドはワンパンじゃない。勝ちやん。勝ちやん。正面ショートですし。あ、なんだ、おいしょ、行ってやろうぞ、行ってやろうぞ。ピーン。やべえ、真ん中でずっとパシャパシャしてる。やべえ、ダイナモいるわ。しばくわ。あ、ナイス。しばくボム、やばい。ダイナモがずっと高台からブンブンしてるだけだ、あのダイナモ。とんでもないのがいる。怪物いる、怪物。やばい、それ。お前たちがそれでやるのであれば、私はこのボムで。いいのか、俺たちも始めるぞ、それを。お前たちが始めた物語だからな。いいのか。にょん。にょん。にょん。雨で本当にやられる。にょん。ありがとうございます。なんで生きてる僕。はあ、にょん。あ。なんで切れてる、かわいそうなやついたな。お前らがそうすんなら、我々もやるで。にょん。角待ち。ボム。あ、コロ。ボムコロ。ボムコロ。インパイプでドリンク展開。ボムコロ。始めた物語や。なに。バリアブル。俺のためにやめた。これメイン効率だから、ガイさんも。ああ、なるほど。そうそう、これメイン効率だね、頭。メイン効率なんだ。うん、これめちゃんとメイン効率だから。ガイさんも。ちなみになんですけれども、エモートはダンス10ですね。ダンス10ですか。どうしたどうした。ね、フォンさんと同じ服探してた。ちゃんと全部あのメイン効率なんだよね。あの靴がね、見つからなかった。あ、このローラーコロコロ。お、やっぱりこの靴を履くとスピードアップするらしいから。あ、なるほどね。まあ確かに一応スプラトン開くたんびにショップは開いてるから、あるはずなんだけど。侵食してる。パブロ、パブロ、あ、いや、こんなに早くてさ、事故る未来や、ほら事故ってるやん。よし、ガイさんがまずい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 。ちなみにあのパブロさん、あの1名ハンコですけど、ハンコの速度はローラーより遅いです。うーん、にょーん、にょーん。あのローラー降ってきた。お前が始めた物語が分かってんだろ、お前。当て方にコツがある、もしかして。若干ね、端っこを使えばね、一方的にやれるんだよな。なるほどね。ただ端っこにやる戦法はね、間違えると自分が死ぬだけ。待てよ、犯人。アペン。あ、もうこいつめっちゃ撃ってくれ。気持ちいい。楽しめよ、ロラコロの速度が上がってんだぞ。おい、振った。ちょっとピキった。ピキって振っちゃった。ボムブン。ダメだ、こんなこと知らねえ。マジ。行くわ。本芝にギア合わせたけどさ、これ芝田にギア合わせてるけどさ、うん、今回のイベントちゃんと裏も反映されてるからさ、うん、ただただギアパワー減らしただけなんだよね、俺。あ、 0.1 も反映されるのこれ。あの敵さん見ればわかるけど、ちゃんと全部反映されてますよ。死んだ時に。本当だ。え、ちょっと待って、3.9 作りに行ってくるんで、我々ただのバカ。ただのバカ。裏を消してるだけのただのバカっすよ、これ。あ、まあ、止まらない。ちょっと3.9作るか。3.9作ってきます。一旦抜けます。はい、 1.3 作った。
はい、振ってきました、あいつ。はい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 は二王立ちで意味わからん速度で歩いてきてるの。キュン。ここは僕の出番ってやつか。本当にボームをプロン。来るかな。ニュン。なんか消火器ビュン。ドリンクうまいうまい。ニュン。おっと、何か踏んだよ。あ、ばんばんばん。ボムクロン。はい、ボムクロン。もう許さないぞ、私は。はい、ボムクロンからの、チラシからのボムクロン。で、こっちから来ると想定し、コーン。にゃおん。ジャンピング。クロン。バイバイ。左にやべえやつしかいねえ。